アミロイド β はアルツハイマー病患者の脳に見られるアミロイド藩の主成分としてアルツハイマー病に重大な関与を行う3643アミノ酸のペプチドである。このペプチドはアミロイド潜具体タンパク質に由来し β セクレターゼと γ セクレターゼによる切断によって産生される。Aβ 分子は凝集し、いくつかの形態の柔軟な可用性のオリゴマーを 形成する。現在では、特定の誤ったフォールディングをしたオリゴマーが、他の a タ分子のミスフォールドを誘導し、プリオンの感染と類似した連鎖反応が引き起こされると考えられている。このオリゴマーは、神経細胞に対する毒性がある。アルツハイマー病への関与が示唆される、他のタンパク質であるタウタンパク質も、同様にプリオン様のミスフォールドオリゴマーを形成し、 ミスフォールドした Aβ がタウのミスフォールドを誘導するという証拠も存在する。近年の研究は APP とそのアミロイド形成能の歴史は古く、初期の後口動物にまで遡ることを示唆している。Aβ の正常な機能はあまり解明されていない。いくつかの動物での研究において、Aβ の不在は明確な生理学的機能の喪失を引き起こさないことが示されている。 一方で、キナーゼの活性化、酸化ストレスからの保護、コレステロールの輸送の調節、転写因子としての機能、抗菌活性など、いくつかの活性を有する可能性が発見されている。グリンパティック系は哺乳類の脳から代謝廃棄物、特に Aβ を除去する。除去の速度は睡眠中に大きく増加する。しかし、アルツハイマー病に関して、 グリンパティック系による Aβ の除去の重要性は不明である。Aβ はアミロイド肺の主要な構成要素である。同様のブチはいくつかのレビー固定病や風乳体禁炎においても出現する。また脳アミロイド血管症では Aβ は脳の血管を覆う凝集体を形成する。アミロイド肺はアミロイド繊維と呼ばれる規則的に並んだ繊維状凝集体から構成され、 そのフォールドは、タンパク質ミスフォールディング病と関連するプリオンなどの他のペプチドと共通している。可用性オリゴマー状態のペプチドがアルツハイマー病の発症の原因因子である可能性が研究からは示唆されており、Aβ のオリゴマーが最も毒性が高いと一般的には考えられている。イオンチャンネル仮説では可用性で 非跡維型の Aβ が膜でイオンチャネルを形成して神経細胞への無秩序なカルシウムの流入を引き起こし、このことがアルツハイマー病で見られるカルシウムイオンの向上性の破綻とアポトーシスの根底にあると想定されている。また計算機による研究においても Aβ のペプチドは主にヘリックス型の形状で膜へ埋め込まれてオリゴマー化すること。 そして最終的にはチャンネルを形成し、その安定性とコンフォメーションは、コレステロールの存在と配置に敏感に関連するものであることが示されている。遺伝学、細胞生物学、生科学、動物を用いた多数の研究によって、a タがアルツハイマー病の病理に中心的な役割を果たすという概念は支持されている。脳の a タは、 小発性アルツハイマー病の患者で上昇している。Aβ は脳実質と脳血管のアミロイドの主要な構成要素であり、脳血管の病変に寄与し、神経毒性がある。Aβ がどのように中枢神経系に蓄積し、その後どのように細胞の病変が開始されるかについては解明されていない。一部の研究者は Aβ のオリゴマーが インスリン受容体の結合部位に関して、インスリンと競合することで脳のグルコース代謝が損なわれ、アルツハイマー病の症状の一部が引き起こされることを発見した。戦具体タンパク質 APP から Aβ を作り出す、タンパク質分解酵素であるガンマセクレターゼやベータセクレターゼなど、Aβ の酸性を担う機構に関しては、集中的にかなりの労力が注がれてきた。 Aβ は主に可用性の Aβ40 の形態で、脳脊髄液や脳間質液などの体液中を循環する。老人藩は Aβ40 と Aβ42 の双方を含み、脳血管のアミロイドは主に短い Aβ40 からなるが、どちらの病変においても複数種類の配列の Aβ が見つかる。中枢神経系における Aβ の生成は、 神経細胞の軸作の膜において APP によって媒介されて β セクレターゼとプレセニリン1が軸作へ輸送された後に起こる。Aβ の総量、または Aβ40 と Aβ42 の相対的濃度、前者は脳血管のブーチに、後者はムアリティックプラークに濃縮されているのいずれかの増加と、家族性、枯発性アルツハイマー病の病理との関係が示唆。 されている。Aβ42 は、より疎水的であるため、最もアミロイド形成能の高い形態の、ペプチドである。中央部に存在する配列、クラベフィーがアミロイドを形成することが知られており、おそらく繊維の核を形成している。ある研究では、脳内の Aβ42 のレベルは、アルツハイマー病の発症だけでなく、脳脊髄液圧の低下とも相関しており、 Aβ42 断片の蓄積、または除去不能が病理に関与している可能性が示唆されている。アミロイド肝がアルツハイマー病の病院であるとするアミロイド仮説は大多数の研究者に受け入れられているが決定的に確立されているわけではない。代替的な仮説ではアミロイド肝よりもむしろアミロイドのオリゴマーが病気の原因となっているとされる。 オリゴマーを形成するが、アミロイド肺を形成しないような遺伝子改変がなされたマウスは、病気を発症する。さらにオリゴマーをアミロイド肺へ変換する改変がなされたマウスは、オリゴマーだけを発現するマウスよりも症状が悪化することはない。アルツハイマー病では、タウタンパク質の細胞内の蓄積も見られ、アルファシヌクレーンの凝集と同様に、これが疾患に関与している。 可能性もある。a タは、癌の発生への関与が示唆されており、その影響の解明のために、様々な癌で研究が行われているが、その結果はほとんど決定的ではない。食道癌、大腸癌、肺癌、肝癌などの生存者は、アルツハイマー病の発症リスクが低下することが、観察されており、多数の癌で a タのレベルが測定されている。すべての癌、 特に肝癌で Aβ のレベル上昇と性の関連があることが示された。しかし、この関連の方向性はまだ確立されていない。人の乳癌の細胞株に焦点を当てた研究では、これらの癌細胞株では、アミロイド栓具体タンパク質の発現レベルが上昇していることが示された。ダウン症候群の成人では、認知機能、記憶、微細運動、実行機能、 視空間技能の低下などのアルツハイマー病の証拠と関連してアミロイドの蓄積が見られた。Aβ は機能道の膜貫通型等タンパク質である APP の連続的な切断によって形成される。A、APP はタンパク質分解酵素である α セクレターゼ、β セクレターゼ、γ セクレターゼによって切断されるが Aβ は β セクレターゼと ガンマセクレターゼの連続的な作用によって生成される。Aβ ペプチドのシーマッタンを作り出すガンマ。セクレターゼは APP の膜貫通領域の内部を切断し3051アミノ酸腸の多数のアイソフォームが生み出される。最も多いアイソフォームは Aβ40 と Aβ42 である。より長い Aβ42 は一般的には 小胞体での切断によって生み出され、より短い Aβ40 はトランスゴルジモーでの切断によって生み出される。両者の間では Aβ40 の方が多数を占めるが、より繊維限性が高くそのため疾患と関連していると考えられているのは Aβ42 である。アルツハイマー病の早期の発症と関連する APP の変異は、 Aβ42 の酸性を相対的に増加させることが指摘されており、β セクレターゼとガンマセクレターゼの活性を主に Aβ40 を酸性するように調節することがアルツハイマー病の治療法となる可能性が示唆されている。この治療的アプローチの大きな問題の一つは、β セクレターゼやガンマセクレターゼのようなアミロイド形成経路以外にも、 機能的な役割を持つ酵素に干渉しなければならないことである。そのような例としては、ガンマセクレターゼ素外剤によってアプローチした臨床試験が挙げられ、この試験は重度の認知機能障害及び皮膚癌の発生率の上昇などの結果に直面した。Aβ は、ネプリライシンなど、いくつかのアミロイド分解酵素によって破壊される。 a p p の常染色体優性変異は遺伝性の家族性アルツハイマー病を引き起こす。この形態のアルツハイマー病は全症例の10%以下であり、大部分はこのような変異を伴わないものである。家族性アルツハイマー病は、タンパク質分解のプロセッシングの変化の結果、生じていると考えられる。a p p の遺伝子は21番染色体に位置し、がって、 ダウン症候群の人はアルツハイマー病の発症率が極めて高い。Aβ は一般的に天然変性タンパク質であると考えられている。このことは Aβ が溶液中では特定の三次元ホールドを取るのではなく一群の複数の構造からなることを意味している。そのため結晶化されず Aβ に関する構造情報は NMR と分子動力学計算に由来している。Aβ の26アミノ酸ポリペプチドの NMR 由来の初期のモデルは明らかな二次構造要素が存在しない崩壊したコイル構造を示している。しかし、より最近の NMR 構造は明確な二次構造と三次構造を有している。レプリカ交換法による分子動力学計算からは Aβ は 実際に異なる複数の構造状態からなることが示唆されており、より近年の研究では、統計的な分析によって、非常に多数の異なるコンフォーメーションのクラスターが同定されている。NMR に基づくシミュレーションによると、Aβ140 と Aβ142 も非常に異なるコンフォーメーションを取るようであり、Aβ142 の C 末端は Aβ140 よりも、 構造的である。低温、低円状態では、ベータ構造を持たないご両体の円盤状のオリゴマーを管理することが可能である。対照的に、海面活性剤の存在下で調整された、可用性オリゴマーは、繊維のものとは異なる。平行型と逆平行型が混合した、ベータシート構造を相当量含むという特徴がある、ようである。計算機を用いた研究では、 膜に埋め込まれたオリゴマーは、ベータターン、ベータモチーフ構造であることが示唆されている。Aβ が神経を損傷し、細胞死を引き起こす方法として示唆されている機構には、自己凝集の過程における活性酸素種の酸性も含まれている。インビトロでは、神経細胞膜で、これが起こると、脂質加酸化反応が引き起こされて4、ヒドロキシノネナールと呼ばれる。 有毒なアルデヒドが産生され、イオン駆動性 ATPR ゼ、クルコーストランスポーター、グルタミン酸、トランスポーターの機能を損傷する。結果として、Aβ は、神経細胞膜の脱分極、カルシウムの過剰な流入、ミトコンドリアの損傷を促進する。Aβ ペプチドの凝集は、インビトロで膜を破壊する。アルツハイマー病の研究者は、 アミロイドに対する可能な介入戦略をいくつか発見している。ベータセクレターゼとガンマセクレターゼは APP の細胞内ドメインから Aβ の酸性を担うため、これらの活性を部分的に阻害する化合物が熱心に探し求められている。ベータセクレターゼとガンマセクレターゼの部分的阻害を開始するためには、 化合物はアスパラギン酸プロテアーゼの巨大な活性部位をブロックする必要があるが、それと同時に血液の関門を通過する必要もある。大脳皮質の老人藩と脳血管のエベータを免疫染色によって示した顕微鏡像。イメージング化合物、特にチオフラビンの一種であるピッツバーグ化合物 B はインビトロ及びインビボでエベータに選択的に結合する。 この技術は PET イメージングと組み合わせることでアルツハイマー病患者においてアミロイド肝が蓄積した領域のイメージングに利用される。Aβ は免疫染色によって準定量的に測定することが可能であり、また Aβ が存在する位置も決定することができる。Aβ は脳アミロイド血管症の場合のように主に血管に存在するか、または 白質中の老人犯に存在する。Aβ を検出する好感度の手法の一つは、エライザであり、Aβ を認識する一組の抗体を利用して行う免疫吸着分析である。原子間力顕微鏡はナノスケールの分子表面を可視化することが可能であり、インビトロで Aβ の凝集状態を決定するために利用される。二面変化式干渉は、 伸長する繊維の分子サイズと濃度を測定することで、凝集の初期段階を計測することができる工学的技術である。これらの凝集過程は、脂質二重層上でも研究を行うことができる。インピーダンスに基づいて、全血資料中の Aβ レベルを測定する新たな研究の有望性が示されている。高ータ抗体ともに調整された、く形微小電極を用いて、 抗体への Aβ の結合に伴うインピーダンスの変化を計測する。対象マウスと変異型 APP-PS1 を持つトランスジェニックマウスに適用した場合、結晶中の Aβ レベルの差によって両者を区別することが可能であった。ありがとうございます。